あった、あ、三つ編みが短いもん、マリクル。ぜひ見てみてください。マリクルの TikTok。去年なんでちょっと遡らなきゃいけないけど。マリアちゃんお菓子いる？マリアちゃんはお菓子買ってきました。ちょっと最近食べたいなって思ってたスイートポテト。久々に食べるスイートポテト、いただきます。そこは欲しいって言ってもらってすいません。自分であの用意しました。うまっ。スイートポテトっておいしい。スージーさん、調子いくまだ、すごい、ハロウィンだ、かわいい、ありがとう。おもちゃを食べてます。初めてマリアちゃんショールーム来たって。食べるの早くない？飲むように食べちゃった。前髪長いね。明日のために切ろうかな、後で。なんか滑らかすぎてめちゃめちゃ飲むように食べちゃった。マリア、マジ食事するの苦手なんです。マジ赤ちゃんみたいなむせ方する、いつも。喋るのも苦手だし、食べるのも苦手なの。たまに喋ってる時の息継ぎで、あの、むせたこともある。息継ぎでむせちゃうのよ。食べてる時もさ、途中で息継ぎするじゃん。その時むせちゃうんだよね。さ、たまにさ、歌ってる時のさ、息継ぎでむせたりするんだよね。
これはカラスコです。体すこやかちゃん。たまやー、すごい花火が上がったよ。すごいね、これ伊勢ひゅうがさん、すごい。マリア花火苦手だから、こういうので見れるのいいね。そう、本番の花火はちょっと怖いんだけど。カラスコ、そう、え、カラスコかちゃってカラスコって訳さないの？私カラスコって呼んでた。ネイルかわいいやろ。今回はちょっとシンプルめです。ちなみにお菓子これも買ってるんだ。昨日食べて美味しかったやつ、じゃがりこ豚生姜焼き味。ダイエットは明日からします。これめっちゃ美味しい。ホッケンやってるの？うん、ホッケンはしてる。腹筋はしてるんだけど、腹筋よりも食べてる量が勝っちゃってる感じがする。そう、終わってからも、ショールーム終わってからも、あの明日からあの11周年のライブのリハが始まるので、あのこの前セトリが来たばっかりなので、今から覚えなきゃいけなくて踊るので、食べても大丈夫。昨日初めてオンライン緊張したよ。オンラインって緊張するよね。マリアもオンラインの方が緊張する。今覚えてる曲が、わあ、たまや、花火だ花火。しぶとさんありがとう。なんていう話してたっけ。あ、そう、今覚えてるダンスがもうマジで難しくて、今日あのお昼ご飯を外食行ったんですけど、食べて帰ってきてやったの。でもイントロでもう難しくて、イントロ頑張ってやって、一旦1時間寝て、今 A メロ B メロ入れ終わりました。
マリア寝たら覚えてる派なんですよ。だから一旦寝て整理したらすごい覚えてるタイプで、明日はビビアムの卒業公演だから新しいなんか特別楽曲じゃないけどさ、それもあるじゃないですか。それは一昨日覚え始めようとしたの、ビビアンの卒業公演の曲は。でも寂しくなっちゃって途中で寝ちゃったの。眠くなってじゃないよ、ここ大事。眠くなって寝たじゃなくて、覚えてる途中に曲とか聴いてたら寂しくなっちゃって寝た。だから今日それもした。うん、寂しくて寝ました。実感湧いてない。ビビアンと会ってないんですよ、もう3日間ぐらい。だから全然実感湧かない。そうだから踊るから、踊るために食べてます今。笑い方がちょっとなんかブサイクだった今。しカラスコも飲んでるから0キロカロリー。みんなマリオのツイッター見ました？白猫と黒猫あげてるよ。花ちゃんがいいねしてくれてる。花ちゃんまだ起きてるのか？花ちゃんまだ起きてますよ。まだまだ起きてますよ、花ちゃんは。花ちゃんもフリーレしてるのかも。花ちゃんは朝に活動するタイプだからフリーレはもう終わっちゃうと思う。もっといっぱいある。確かに。でもはやちゃん寝る準備はしてそうだね。
晩ご飯、晩ご飯は別で食べました。ママにあげよう、これ残りを。本当は食べたいけどね。ママいる？マヤが食べちゃう前に持ってって。なんかスイートポテトがすごい落ちてた。ごちそうさまでした。歯に挟まってる。タラスコは麦茶に似てる味。似てはないけど飲みやすいですよ。ポテチだと罪悪感あるけど、じゃがりこだとないの不思議。わかる。じゃがりこってさ、罪悪感ないよね。うまっ。まあ、お茶好きなのよ。なんでもお茶は好き。その中でも麦茶が好きだけど、ほうじ茶とかも美味しいよね。ウーロン茶も飲むし、緑茶も飲みます。でもさ、お茶好きだからマリアめっちゃ飲んじゃうんだけどさ、やっぱお手洗い近くなるじゃないですか。それだけが嫌だよね。マリアさ、なんかお酒もさ、お茶洗い近くなるみたいな言うじゃないですか。でもマリアがそのなんかみんなでお疲れ様会とかでみんながお酒飲んでる中、マリアはみんなと同じぐらいの量のウーロン茶を飲んでるんですよ。だからマリアすごいお手洗いめっちゃ行くやんみたいになってて恥ずかしい。いつもマリアはその場でウーロン茶を飲んでます。いつもしかもさ、みんなお酒とかゆっくり飲むかもしれんけどさ、マジでウーロン茶すごい。そ、止まった？止まったと思ったら、マリアが止まってただけ。あ、でも画像、あれが悪くなった。戻ってきた。画質が、ループしてる。動かない。 Wi-Fi 切った方がいいかな。最近 Wi-Fi の調子悪いんだよね。ちょっと止まるかも。更新してください。
どうだどうだ。なんかすごい加工が入っちゃってるけど。加工がすごい入ってるね、このエフェクトが。ちょっと加工をなくすね。で、iPad でやるのと大変だから。うん、今こっち？今どっちだ？こっち今マリアと目合ってる？ママは合ってない。大きくなってるコメントが今 iPad。久々に iPad でした。iPad でするか。なんか iPad の方が漏れる。そう、前さ iPad でやるとさいつもさ不具合が起きてたからさ、最近ずっと iPhone でしたんだけど、ちょっと iPhone が逆にね切れなくなっちゃった。配信切れちゃうかな。切れない、大丈夫。下からマーさん、え、そんな下から撮って映ってる？え、そんな下から映ってる？あ、まあ確かに。ここの鼻の横にニキビ的なものができたの。iPhone がどうしよう。 iPhone、 よいしょー。なんか iPad の方がなんかキュルンキュルンに映ってない？あ、加工が多分されちゃってんだ。まあ夜中漏れてるからいいや。加工したまんまにしよう。いや、ここに載せたらなんか映ってほしくないものついそうなんで。大丈夫か。上向いちゃうな。あ、やだやだ。なんかちょっと汚いお部屋とか映ったらやだな。まあ、汚くないんだけど。下だね。ごめんね、ちょっとうるさいよね。音がガタガタ言っちゃってる、多分。なんか挟みたいな。口内炎の。あ、こっちでいいやん。今日はこっちにしますわ。うんうんうん。いいでしょう。そんな汚くなかった。よいしょ。博多長官が考えた、やばいな、考えてないの。何がいいと思う？博多長官、みんな何してほしいです？博多長官、よいしょ。めっちゃラグあるかも。あ、めっちゃラグあるわ、コメント欄。
そう、去年コーヒーとか飲んでる。これすぐやんなくるからさ、しっかりと全然決まってなくてさ、どうしようっていう。じゃがりこの味を当てる。聞き麦茶、え、まあ聞き麦茶できる気がする。聞き麦茶というか優しい麦茶を当てれる。じゃあ iPad で配信したことだし、ちょっと TikTok 載せちゃおうかな今のうちに。TikTok をね撮ったのよ。TikTok の仕様、誰が一番先にいいねをできるかな。投稿するよ。投稿。これ投稿されてなかった。もうちょっとだ。うん、投稿されたよ。誰かな誰かな。最初は誰かな。止まってる？動いてる？止まった？投稿したよみんな。めっちゃラグあるコメント、悲しい。一人で喋ってるみたいになってる。うわっ、1位は1位はともはんさん。いいね、おめでとう。すごいね。コメントはひろぶーさん1位ですね。ハロウィンの猫のやつの TikTok 載せましたよ。ぜひ見に行ってください。マリアさ、リップ塗りたいんだけどさ、あのお茶とか飲んでるときリップをのさ感じたくないタイプだからさ、塗ったらお茶飲みたくなってさ、リップ外してさ、また塗ってお茶飲むときにリップ取るってなったらさ、もうさ、でもちょっと今はあれティントだから色がついてるけど、
黒猫かわいいやろ。ここに黒猫もいるのよ。渋滞してる今、仮装が、仮装渋滞が起きてます。赤ずきん黒猫です。よいしょ。いやー、髪が崩れた。三つ編みが崩れた。なんか iPad めちゃめちゃさ、なんかちょっとさ下からアングルだからさ腰が痛い。本物の猫なら白黒どっち派なん？選べない。私選べない。まーさん、猫は何の種類が好きな？まーさんは一番好きな種類はエキゾチックショートヘアです。でもペルシャも好き。あとは何だったっけな、すごいね好みの猫を見つけたんですよこの前。どの子だったっけな、あのまで毛がね長い子が好きで、エキゾチックショートヘアは短いんだけど、あれペルシャはエキゾチックショートヘアの長いバージョンみたいな感じなんだけど、うん、あラグドールも可愛いよね。でもさノルウェージャンフォレストみたいな、ノルウェー猫ってノルウェーって猫が言うんですけど、ノルウェーとメリンくんっていう猫がめっちゃでかくなるの。そのまで、でっかい猫と本当にめちゃめちゃ大きくなる猫が飼いたくて、そのノルウェーとメインくんっていう猫がめちゃめちゃでっかくなるの。もうなんかさ本当にちっちゃいトラぐらいでっかくなるんだけど、そう、そのでっかくなる猫ちゃんも飼ってみたいし、ふわふわの毛のペルシャとかも飼ってみたいし、ちょっとブサイクなエキゾチックショートヘアも飼ってみたいし、そうマンチカンとかの足が短い猫も飼ってみたいし、アメションも飼いたいので全部買いたい。猫カフェに住みたい。将来の夢は猫カフェで住むこと。猫カフェ最近行ってる？最近たまに行くんだけど、マリアの推し猫カフェがあの今月いっぱい、あ11月いっぱいでなくなっちゃうんです。それが寂しいのでいっぱい行こうと思う。11月は悲しいでしょう。そう、推し猫カフェが11月いっぱいでなくなっちゃうの。いや違う、なんかねそのマンションじゃなくてビルの中に入ってるから、
そのビル一帯がなんかちょっと変わるらしくて、なんか足がすごい痒いんだけど。これが嫌だ。このちょっとポツポツってなってるのが。そう、引っ越しだったらいいんだけどね、その猫カフェ自体がさ、違うところに移転しますとかだったらいいんだけど、今んとこはなんか閉業しますだった。閉店しますか、どっちだ。リコちゃんの YouTube チャンネルにマリア映ってたね。そうだよ、見ました、皆さん、リコちゃんの YouTube マリア映ってます。そこにはメインくんいるの。メインくんはいなかった気がする。何時間とかが多めだったかな。そう、大きくなっちゃったから舞台下がすごいねきついのよ。前までは舞台下ってめちゃめちゃ天井が低くて、ステージのセンターステージ行く人はいつも腰を折り曲げて、言い方合ってる？腰を折り曲げて進んでるんだけど、前はマリアちっちゃかったからそのまま立って移動できたの。でみんなぐらい身長がでっかくなったらさ、もうセンターステージまでの移動がきつすぎてびっくりした、うん、腰を折り曲げてって言わないか。そう、前はそう、前は天井気にしないでそう素通りできたのに危ない、またむせそうだった。鏡、そう鏡ながらセンターステージまで移動しなきゃいけないから、もうイーイーってなるの。それがねちょっとね背伸びちゃって大変になりました。前までは大丈夫だったんだけどね、背が伸びちゃったもんだから。あ、てか今日ライラちゃんの誕生日じゃない？ライラちゃんおめでとうございます。ハロウィンだってよね、ライラちゃんの誕生日。見て、いつもより赤いリップ塗ってみた。なんかさ、ハロウィンキズメイクとかしようとしたけどさ、なんか難しそうだからやめちゃったやめちゃったし、まだ肌が荒れやすいのでちょっと無理かなと思ったんだ思ったんだ。ビビアン卒業で今後ビビアンの家行けなくなりますね。いや、ビビアンが卒業しても私はビビアン家行きますよ。なんならさ、ビビアンの今住んでる家の間取りがめちゃめちゃ理想の間取りなんですよ、マリア。だからもうビビアン家住みたいぐらいだけどね。住まないですよ、住まないですけど住みたいぐらいです。この前思ったんやけど、スマホカバーミニオン、ミニオン、ミニオンにユエルとのプリクラ、言えるとのって言ってもほぼアキちゃんなんだけど昨日プロの人に傷メイクしてもらったけど生々しかったねえ。そうだよね、あ、なるほどね。
アイラインで猫描けばいいじゃん。確かに猫でも描いとこうか。ハロウィンだしね。アイラインあるかな。なんかアイラインなくしちゃったかも。あれ、さっきまでアイライン使ってたのに。まあ、こういうことにだよね、すぐ物なくすのよ。マリアのアイライン知らない、みんな。シクシク。あった。猫を描いてみよう。ショールームあったらここに猫を描いたまんまさ練習しなくちゃいけないやん。難しい。猫なんか王冠みたいになっちゃった。遠くでも見える？なんか耳ガタガタなんだけど。難しいな。なんかでかくない？あとちょっと。ヒゲとか落とすの大変だからさ。まあなんかハロウィンっぽくなったしいいでしょう。あ、ヒゲってさ、ここにヒゲってこと？自分の顔にヒゲはちょっと描きたくない。なんかヒゲ描いたら虫みたいになったね。虫みたいになった。ゴキブリみたいになっちゃった。なんかでっかい虫ついてるみたいなあった。ちょっとメイク濃くしてみよう。じゃあやっぱハロウィンだから、ハロウィンだからメイク濃くしてもさ、ハロウィンだからって言えるもんね。もう鏡を見ないっていうね。お、ちょっとぽくなったんじゃない？果たしてハロウィンなのかっていうね。このメイクは地雷メイクになってしまうんじゃないかと思いますけれども、マスカラしてないんだったマリア。あ、でもなんかちょっと濃くなっていい感じじゃない？
前髪長いね。マスカラ塗るの忘れたの思い出した。あ、いいじゃんいいじゃん。メイク濃くしてみた。なんかメイク濃くしたけどさ、別にまで昔から声の時とかメイク濃いからあんまあれだね、変わんないね。よいしょ。ハロウィンって難しいわ。なんかこれ面白い。猫じゃない。本当これ変態さ、血とかバーって垂らしたらハロウィンっぽくなるんだろうけど、今日なんかベルも上がってないわ。みんなショールームでなんかしてんのかな、仮装とか。昔傷メイクしてたね。してたっけ傷メイク。うん、やってたんだ。ゆいなちゃんがうさ耳つけてたって。何かわいいねそれ。俺ハロウィンあんまさ、なんか経験したことないというかさ、仮装して外出たことないんだよね。だからあんま馴染みないんだよね。マリア配信じゃない、ハロウィン。天神とか人多そうだよね。でもね、そうだからハロウィンをねちゃんとね、なんか楽しんだことはあんまりないですね。なんかお菓子もらえるしっていうのだけは。うん、ハロウィン公演出たことある。ただ恋の時に出ました。 P さんのね黒猫が可愛かった。傷メイクしてたらおまわりさんから心配されて泣きそうになったおまわりさんびっくりしたんやろうね。怪我してんのにめっちゃ歩いてるって思ったんだ。お菓子はあのメンバーがくれました。いぶきとか伊沢ちゃんとかがお菓子くれました。昨日、今日はメンバーには会ってないのでもらえてないですけど、今めっちゃ歌歌いそうだった。瀬戸里にある歌を。いくのちゃんいるくない、いくのちゃんいるの。マリアは誰にもお菓子あげてないですわ。もらう感覚、もらう限定です。私はあした恋愛禁止場に葵ちゃんがいるのが不思議な感覚。確かにね、この前は葵ちゃん
明日からライブのリハが入るから、あんまりその当日リハができないので、この前の禁止条例の前の時間に葵ちゃんが入ってリハをしたんですけど、もう葵ちゃん完璧でしたすごすぎる、びっくりした、鈴が鳴った、もう葵ちゃん完璧だった。だってさ26かな、この前の週禁止条例だから26日にやったからさ、まださ1日までさ4日間とか5日間あったのにさ、もう完璧だった葵ちゃん。え、そうじゃん、明日から劇場席が埋まりますね。不思議な感じしそう、なんかそれだけで感動しちゃいそう。うわすごい楽しみだ。でもそのさ11月26と28のライブのセトリが来た時とかにビビアンの名前がなくて、あれビビアンないじゃんって思ったら、明日卒業するらしいね。なんかなんか知らんけど明日卒業するらしいよ。いや新劇場埋まるの初めてなんだ、すごっ。すごいね。ね、マジで実感ないよね。わかる。なんかこんなビビアンと会ってないのに卒業するもんみたいな。だからさ、絶対明日さ、ビビアンの卒業公演終わった後さ、もう絶対周年のリハの振りとか覚えれないやろうなと思って、今日のうちにもう全部覚えとかないとだから。なんかさビビアン最後だからさ、いっぱい公演出てたじゃないですか最近。だからさ別になんか2、3人で集まるとかもなくてさ、ほんと実感ない。だから今すごいケロッとしてる。いつも思うけど瀬戸で来てからリハまでの時間ってめっちゃ短くないそうなんですよ。でもまあギリギリまで瀬戸利を考えてくださってるので、マネージャーさんとかが。で今回は早い方ですよ、だってリハのちゃんと1日分時間が空きましたもん。リハまで、この前の幕張は「え明日リハだよね」ってぐらい来なくて、で来て見てみたら 3-2 が入ってて、えマリア 3-2 初めてだけど明日リハだよなと思って、もうほぼ4時ぐらいまで 3-2 やってました。今日も結構やばいです。あでも26の瀬戸利は2日前に来たので、そうもで 3-2 の時は絶望でして、でもずっとやりたかったから嬉しかったんだけど、でも明日だよねってなってそうめちゃめちゃ焦って覚えた。でも結構明日のリハでやる曲もマジやばくて、本当に今頭がごっちゃらがっちゃらです。ごっちゃらがっちゃら。なんか痒いんだけど荒れた？
正直踊れなくてもリハってなんとかなる。うんうんうん、ならんならん。しかもそのなんだろう、まあ大体振りは入ってるぐらいならなんとかなるけど、移動のタイミングとかも入ってなかったら周りの人の迷惑になっちゃうし、3引くに1日で覚えたの、1日じゃないんですよ、もう夜に来て次の日リハ、朝からリハだったので2、3時間で入れました。もう集中して、もう寝る準備終わってたけどぐらいだったもんね。なんかどんどんマリア画面暗くなってきてるんだけどさ、みんなは明るい？大丈夫？そう、マリアはちゃんと覚えてからリハに行きたいタイプなので、だから覚えていかないで、覚えていかないでというか、まあ、ちょっと振りが入った状態で寝ていくか、もうしっかり振りをもう間違いリハで間違えないぞってぐらいまで入れて、もうちょっとの睡眠でいくかってなったらちょっとの睡眠でリハ、あの迷惑ならない程度に覚えていくにしますもん。でもみんなそうだと思う、 HKT、まあ、他のグループがわからないので言えないですけど、リハ前日ドキドキして寝れないとかないの？いや、マリアは寝ないと、あの、ね、寝たら覚えるタイプなので、睡眠はちょっとでも取ろうっていう、30分でも取ろうって感じで、逆にたまに時間があるときはイントロ覚えて15分寝て、 A メロ B メロ覚えて15分寝て、サビを入れて15分寝て、起きたら全部できてるとかはある。マジ寝るのって大事です。寝たら覚えてます。だからすごいお手洗い行きたいんだけどさ、行っていいかな？ん？お手洗い行ってくるね。お手洗い行くついでに全身見せていくね。じゃーん。です。よいしょ。シュッ。よいしょ。サーム。ちなみに今覚えてるサビは B メロまで入ったので、あとサビと D メロと大サビとアウトロですね。まだまだやな、一回。なんか昨日からさ、見覚えないさ豆ができてるんだよね、ここに。なんだと思う？絶望した時にしかできないような豆ができててさ、今ちょっと痛い。潰したっけ、マリア。
めっちゃ豆できてるの。オンラインすると手に豆ができるらしいよ。マジ？じゃあそれだね。前髪が長いな。絶対明日前髪切る。忘れないこれを。最近まで楽屋でこう過ごしてます。ストッパー支度してから前髪がすごいまっすぐになっちゃって、ちょっとでも伸びたらすごい長く見えるんですよ。赤ずきんちゃんのナイトルーティン配信みたいなしては、確かにナイトルーティンみたいになっちゃってる。ほらこうするとね、丸まってちょっと短くなるでしょ。前髪自分で切ってますマリア。前髪だけはもう本当入ってからずっと自分で切ってる。入る前ぐらいかな、小学校4年生ぐらいから自分で切ってる。前髪初心者なんですが、その日その日で長さ違くならない？違くなる。なんか切ったのに、前の日切ったのに、なんか次の日また長い髪の毛とか出てきたりする。だからもうそういう時は切っちゃう。その日に合わせる前髪を。だからどんどんなんか短くなっていったりはする。前髪ないんですが前髪セットのことを教えてください。前髪ないんですが前髪セット、前髪は3本に分けて、3回に分けて巻くととてもいいです。真ん中とサイドの毛3個に分けてアイロンを通すととてもいいと思います。切りすぎたことはないです。逆に全然切ったけど変わんないなっていうのはあるけど。うざっちゃいそうなルセトリやばい、ダメだ。このままじゃ恋愛禁止条例みたいにマリアが言っちゃいそうになっちゃうわ。髪染める予定ある？髪染める予定はないんですけど、マリア髪染める前にやりたい髪型があって、ピンクのインナーカラーを入れるっていう、絶対 OK 出ないでしょみたいな髪の毛が、黒のうちにしたいんですよ。だからその髪の毛全体を茶色で染める前に、黒のまんまインナーだけピンク色に染めたいんですけど、多分 OK は出ないだろうなと思って言ってもないですね。そう、ハルタンさんがやってるやつをしたいんですよ。マリアもうずっと前からやりたいって言ってて、運営の方に言ってないですよ、自分でやりたいって言ってて、ハルタンさんにも言ってたら、この前ハルタンさんがその髪型してて、え、かわいいってなった。マリアもこれしたいんです。だからインナーカラーは別に染めなくてもエクステつければできるからね。
そうだから茶色にする前にねそれをしたいんですよ。なんか一回染めちゃったらさやっぱ真っ黒は難しいじゃないですか、一回染めちゃうと。だからマリアはインナーカラーをしたいんです、真っ黒のうちに髪の毛が。でも真っピンクはちょっとあのマリア多分あの髪の毛のお手入れとかもそんな得意のタイプじゃないので、じゃなくなっちゃいそうだから、せっかくの黒髪がもったいない。え、だから染めないのよ、インナーだけあのエクステつけようかなって。エクステだったらさあの地髪、自分の髪は染めてないもんね。まあでも賛否両論ありますし、多分運営の方にも言ってないから全然染めないですけどね、まだまだ。なんか見て、あ全然映ってない。リボン結びが全然できてなかった。ゆかちゃんがさインナーカラーしてるじゃないですか、前髪のインナーカラーもゆかちゃんしてるじゃん、あれもめっちゃ可愛い。マリアインナーカラーが好きなのかもな、あんま髪の毛全部は染めたいって思ったことない、黒のまんまでいいかなって。まあ染めるならピンクっぽいベージュがいいけど、今日のビビちゃんのハロウィンナイトのセンターキラキラしてて可愛くて泣けた、見たかった。え、メンバー仮装してないのかな、今日のハロウィン公演。あ、なんかみんなつけてる、なにこのおたちゃんがつけてるやつ、これなにおたちゃんがつけてるやつ、なにすごい、ってかみんなでなんか猫耳してるじゃん、かわいい。あ、なんか写真だとまるちゃんがつけてる、すごい。おばちゃんのイラストをモチーフにして作られたやつらしい。そうなんだ。かわいい、おばちゃん。かわいい。おだちゃんかわいいね。すごい。てか明日久々にゆきちゃんに会えるじゃん。やったー、ゆきちゃん明日会えるね。ゆきちゃんに急にテレビ電話みたいなしちゃった。え、全然会ってない気がする、ゆきちゃんに。そんなことないのかな、パヤドラ以来会ってない。いや違うな、どっかで会ったじゃん、会ったぞマリア、ゆきちゃんに。いや、ペジャドライダー合ってない。うん、ペジャドライダー合ってないや。会えるね、久々にゆきちゃんに会えます。
リコちゃんとはオンライン握手会が同じ時間なので、昨日と今日、あ、じゃあ昨日と一昨日ずっといました、一緒に。ビビアンとも禁止条例以来、あー嘘だ、27日から会ってないですね。3日間会ってない、あ、4日間会ってない、いや違うわ、28会った気がする。なんでビビアンと28日に会ったんでしょう、会ったんでしょうか。3日間ぐらい会ってないですね、ビビアンとも。毎日会ってるのかと思った。会わないとき会わないですね、メンバーとも。声が遅れて聞こえる？やだ、たまになるよね。 iPad だとさ、声が遅れて聞こえる現象あったね。そういえばちょっと一瞬止まるかも。どうだ、遅れて聞こえてはいないかい？ちゃんとなっているかい？なんか長い前髪が治ったでしょう。いやー、ゆきちゃんに会えるの嬉しいな。明日頑張ろう、振り覚えるの頑張ろう。マジで明日ビビアンが卒業するってばっか、あ、全然さ、あれだね、全然思わないわ、なんかやば、やばくない？え、絶対止まってると思うんだけど、これ大丈夫？あ、動いてたね。初めてだよ、だって同期が卒業するの。そりゃそうなんだけど、だってビビアンいなくなっちゃったら2人だよ。もともと少人数だからさね、全然実感ない。なんかところどころさ実感出てくるのかなって思ったけどさ、全然実感湧かないままさ終わっちゃったとかさ、終わっちゃうというかさ、何、今日が来て明日が来てしまうというか。いや、そうなんだよね、リハとかで、なんかリハしてる時が一番実感するかも。本番は意外と実感ないまま、でも寂しいから涙出るけど、あ、終わっちゃったって感じで終わるんだけど、リハのなっちゃんとかゆいちゃんとかそうなんだけど、ドレスを着てる姿、リハでドレスを着てる姿を見ると一気にって実感湧いて、誰よりもリハ泣いちゃうもんね、いつもなんかいつもリハ誰よりも泣いてる気がするわ。リハとか明日もリハとかで実感するのかな。え、大丈夫かな、マリア、ビビアンがいなくなっちゃったら心配だよねめっちゃ人ごと、心配だよね、なんかね。そうそう、なっちゃんとかそのゆいちゃんとか、そのドレス作ってもらえるメンバー、そのドレスリハルからドレス着て歌うんですよ。なんかまあこの VTR の間に着替えれるかとか
もあるから、そうリハーサルドレスを着て出てくるんだけど、その時が一番やばい。ハルタンさんの時もそうだった。ドレス着てるの見たらすぐ泣いちゃったもん。お腹いっぱい、めっちゃお腹いっぱい今、すごい。喉が鳴った、聞こえた、ギルギルって今喉が鳴った。ウエルちゃんのグラビア見た？見てない、オフショットしか見てない。ウエルグラビア見せて。マリアちゃん、メイドさんのコスプレしてみたいですか？メイドさん可愛いよね。オフショットは見てるわ、そりゃ。発売する前にユエルに見せて見せてって言ったら、いやいや見せてくれた。じゃあミクちゃんが、ミクちゃんがメイド服着てるよ。大丈夫これ？セクシーなメイド服着てるぞ。マリアのアリスのコスプレが見たい。全然まコスプレ持ってないんだよね。これが本当にさ、マリクルのあれで買ったから、何今日着れたんだけど、マリクルがなかったら多分メイドこの赤ずきんも着てないですもんね。なんか調べたりはするんですけどね、買うまでにいかないんですよね。地味ハロウィンしてみたくない。なんかゆかちゃんがさ、地味ハロウィンでなんかツイートしてたよね。めっちゃおもろかったんだけど、あれ。そのタイプの口すぐなくしちゃうんだけど。え、マリアもすぐなくしちゃうの？でマリアもうコームがないと生きていけないから、なくしたら買うんだけど、いつも気づいたら家に3つ4つぐらいあるんだよね。これ、このファイマのこの櫛が一番前髪溶かしやすくて、ちょっと高いんだけど500円ぐらいするの。でこの櫛じゃないとマリアもうダメなぐらいこの櫛が好きで、そうこのコームをなくしたらすぐ買っちゃうんだけど、やっぱ見つかったりするの。だ気づいたら家に3つ4つ集まったりしてるけど、でもすぐなくすから、あれ気づいたらあと1つしかないじゃんって思ったりすると、気づいたらまた3つ出てきたりするんだよね。なぜなくすんやろ。いろんな場所で使っちゃうからかな。メイクしてる時もだってちゃんメイクのメイクさんの机とかでも前髪する時これ持ってるから、そのまま置いてったりしちゃって、なんかしちゃったりすることが多いですね。いろんなカバンを使うから、カバンに入れっぱなしでそのままカバン片付けちゃうとか。マリア、そう本当にすぐ物なくすの。マリアだって最近2回家の鍵なくしたんだけど、どっちもいつも入れないポーチに入ってた。メイクポーチに1回鍵入ってた。そりゃ見つからんわと思って。メイクポーチに入ってるって思わないもん、鍵を。絶対なくさないものある？ないかも。携帯とかも家ですぐポンって置いちゃってなくすもん。
家にあるのは分かってるからいいんだけど、家の中でなくしたりしますね、よく。あんまりその新幹線とかに忘れたとかないんですけど、家の中でお財布が見つからないとか携帯が見つからないとかめっちゃある。しかも家とかさ、そんななんかなくさないようにさ過ごしてないじゃん。本当に新幹線とか車とかで忘れるとか一個もないマリア。マジで全くないです。楽屋とか家とかはもう意識してないから、知らないうちになんか携帯とかどっか置いてたりするんですよ。でもう見つかんないやってなるのはよくある。外でなくしたことはないからまだ大丈夫、優秀です私。だからスマホも財布も家の中でしかなくしたことないから大丈夫。鍵と財布は家で置く場所決めてる。忘れちゃうんだよね、前決めてても 置くの忘れちゃうんだよね。携帯なくしたらパニックだ、わかる。だから携帯なくしたら絶対ダメっていうのを分かってるから、その外では絶対なくさない。そう、置く場所決めてても置かないからなくしちゃう。そうなの、そうなの。てかやばい、マリオ振り覚えなきゃいけないのにさ、めちゃめちゃさ喋ってるね。いっか、振りは忘れない。え、全然言ってなかったら忘れるけど、今日覚えたやつは忘れないですね。覚えながら配信すればセーフじゃない。バレるバレる。口内がすっごい痛い。マリア最近高い買い物した。最近は服も何も買ってない。びっくりするぐらい物欲がなくて最近マジで、服を見に行ってもあんま買わないんですよ。なんかバブルスっていうブランドがすごい好きなんだけど、天神とか福岡にバブルスがないからネットで買うのもなーとかなって、で見に行くけど、あでもコート買った、コート買いました。コートが最近高い買い物かな。コートはこの前のアイア撮影の時に着て形が可愛くて一目惚れして、どこのブランドか聞いて買いました。ちょっとね短めの丈のコートです。コートだね最近した高い買い物は。本当に物欲ないんだよね、珍しいよね。まだ毎月服買ってたのに最近マジ買わないよねママ、うん、握手会が少なくなったってのもあるかもしれないけど、でもなくてもいっぱい買ってたからね。 何に使っているのかしら私。でもお金何に使う、なんかお金そんなだったらさ服とか買ってないのにお金ないなくなるんだよね。何に使ってると思う？絶対ご飯、ほぼご飯でお金なくなってるわ今マリ。ダメだよねご飯にさお金使ったらさ、お金もなくなるのに体重は増えるんだよ。ダメなことしかないじゃん、やめようね。
アクセサリーも買わないね、全然。課金もマジしてない最近。だからゲームしてない。たまにマネージャーさんとか P さんとかとプレステはするけど。そう、LINE 来てたな。でもその携帯ゲームをしなくなったので、本当にだからラビリンスぐらいしかしてない携帯ゲーム。前まではさ、いろいろして課金とかめっちゃしてたけど、課金もしないし、何で、おえ、ご飯以外何で使ってるかな。マリアお金、漫画ぐらいかな。漫画をたまにレンタルするぐらい。あ、でもサブスクいっぱい入ってるからか。何それ。ああ、ネイルもそうだね。ネイルぐらいでしかお金使ってないかも。ちゃんとした、ネイルはさ、最近3週間に1回ぐらい変えてるからね。ネイルだね、最近お金使ってるって言ったらネイルでした。ネイルと漫画かな。今日漫画買ったな、そういえば。電子漫画、携帯で読む漫画を買いました。そう、サブスクいっぱい入ってる本当に。ネットフリ、フール、ディズニープラス、 YouTube プレミアム、 Apple ミュージックとか、あと漫画のアプリのも一個、あとあのジャンプの定期購読とかそれやん、それでお金ないやん。もうだからじゃん、なんかクレジットさ、すぐさ上限来るなって思ったけどさ、サブスクが原因だわ。サブスクでクレジットカードのお金をさ、月始めにもう一気にごっそり持っていかれるから、サブ、あのなんかすぐ上限来るなって思ったのよ。それじゃん、サブスクのせいじゃん。なんかすぐ、そんな使ってないぞマリアと思ってたの、ずっと。なんで使ってないのにクレジットカードすぐ使えなくなるんだろうって。ペイペイとかにその、まあ、課金っていうかさ、ペイペイとかにお金入れたらすぐクレジットカード上限来るのって、なんでだろうって思ったけど、サブスクでした。上限って言っても、そのめちゃめちゃ低いから、クレジットカードあの使いすぎるタイプ、なんかいっぱいあったら使いすぎちゃいそうだったからさ、マリア。すごい上限を低めにしたんですよ。それじゃん、ほぼサブスクで。なんか、あ、だって今使ってるカメラアプリも入ってるわ、そういえば。プレミアムダメだね、全部必要なのよ。でも YouTube プレミアムは絶対いるでしょ。あ、てかマリア、一つ解除しないと、あの1ヶ月無料期間で入ってるサブスクがありました。それ解約しないと、それもプラスされちゃうから、解約します。私解約してないぞ。あ、解約したはずなんだけど。これどうやって解約するのかな。後でしよう。やっぱ全部大事だわ。
ってネタフリはアニメ見るでしょ、 Hulu はテレビとか見るでしょ、でディズニープラスはディズニー見るでしょ、アマゾンプライムもなんか珍しい映画とか入ってるでしょ、カメラアプリは絶対必要でしょ、YouTube プレミアムだってマリアもうほぼ毎日半分の時間は YouTube 見てるんで必要でしょ、全部必要だ、ジャンプだってハンターハンターも始まりましたし、ワンピースも見届けたいし、ヒロアカも見なきゃだし、定期購読必要でしょ、アップルミュージックだって音楽聴かないとダメだし必要でしょ、全部必要なのね、どうしよう、何も解約できない、ハンターハンターの間空きすぎてゴンどこ行ったんとなって、あ、わかる、もうマリアどうさ終わったか忘れちゃってさ、なんか初めましての漫画読んでる気分だったこの前、ハンターハンターどんな感じで終わったんだっけ、ハンターハンター忘れちゃったね、マリアも本当ダイエットして食費を抑えてみようかなとか言ってみたりして、やばい、マジで本当に覚えなくちゃいけない私。この辺にしようかな配信。Apple Music 値上がりするよ、マジ？でも今半年間無料期間みたいなやってるのよ、Apple Music。半年も無料でさ、やってくれたのもう払うしかないじゃん。半年も無料で聞かせてくれたんだよ。そんなもう払いますよって感じ。え？半年無料期間っていうことはさ、まだ払ってないじゃん。え、じゃあさらにさ上限すぐ来るってこと？どうしよう急にどうしよう、これからじゃん、わ、しかも11月からだったわ多分、まあそうだわ、マリア11月から無料期間終わるわ、あでもその980円、あと1時間ちょっとで判断迫られてるのやばい、本当だよ、今解約しなかったらもう払わなくちゃいけないですね、こんなダメよ、こんなお金事情喋っちゃ、アイドルなんだから、ということで私は明日のリハのために今から頑張ります、さらに追い込みたいと思います、そうだよみんな月末だよ今日、みんなも気をつけて、ちゃんと解約忘れたものはするんだよ、ということで生呼びタイムスタート、大くん、和樹、よしひろさん、伊勢ヒューガ、今時、クーラー、トール、マンチク、レニ、アスカ、しぶしぶ、ポテくん、コテツ、トモハン、ジジ、ユウキ、終了。13位ゆうちゃん、12位よしひろさん、11位とよきさん、10位ポテチーさん、9位おくじーさん、8位ホンクアットテディさん、7位にしけんさん、6位うちてつさん、5位あすかさん、4位はしもっちゃん、3位すうじぇさん、
2位渋田さん、1位瀬ヒューガさん、ありがとうございました。長い間、長い間、長い時間、明日はビビアの卒業公演、みんなでいい公演にしていきましょう。見てくれてありがとうね。